めっさうまい。めっさうまい。うん、テレビとか来ていいと思う。いやー、どうかな、考えてな。まあでもまあ、この珍しいオムライスしやな、テレビ芸人のじゃん。ん、この珍しいオムライスしやな、テレビ芸人のじゃんかな。逆に、うん、スタンダードオムライスでこいつがいいぞと。スタンダードオムな、の、もうそうスタンダードなオムライスで召し上がる。スタンダード、うん、スタンダードね、うん、いいわけやんか。まあ僕もこれが一番いいと思ってんだけどね、うん、これが一番いいと思う。巻くのもうまいし、うん、うまい、うん、巻くの本当にうまいよな。うまいそれ自信あるよ。まあ、たまに失敗するんですよ。だいたい8割9割は大丈夫。うん、こんなもんってなかなかないと思うね。大概なんかこう卵だけ焼いたやつを乗っけるやつがで、これでオムライス名人やみたいな、そんなんおるやん。まだ簡単やからね、うん、乗せるだけなんて、うん、世間に言うてあげてほしいわ、うん、しかもこう皿とこうしてるわけじゃないからね僕、うん、まあ、それはそれでいいねんけど、あとフライパン上で巻いてるからね。うん、いや、そのすごい技術やと思うねん。練習したからね、うん、でオムライス兄さんとか言われてる人よりかよっぽどいいと思うよ。あ、おるね、YouTube 見た見た。いや、彼は彼でうまいよ、うん、うん、まあでも、まあ、まあ違うやんか。まあね、かかってやる方やからね、うん、これはもうよしき君が認められない世界、それはもうありえないと思ってるよ僕は。まあ、そう、うん、世の中変わってくれへんかな。いや、世の中正しくならないか。そうね、うん、なんかジャッカルもバンドできるようにね。うん、僕もバンドできたら間違いなく成功できる自信はあるし、まあ、成功は分からんけど、まあ軽くやればいいと思うけどね。やるしかないんだよ。そうね、とりあえずは、うん、できるとこもあれば。いや、そうじゃない、必ずやんないから。女子君のオムライスは素晴らしいから、必ず認められなければいけない。僕の作る楽も素晴らしいはずやから。素晴らしいはずよ、うん、認められなければいけない。僕もバンドで有名になったら店もね、多少は人来るかもしれないけどね。あ、まあそりゃそうだな。
じで、うん、僕もこんな大きい店じゃなくてちっちゃい店焼いたんですよ。僕もこんな大きなくてええねんけどね、ほんまそこに角にその古い店あるでしょ、古いか元串カツ屋さんの今予約制の店になってる元串カツ屋、うん、うん、すぐそこの角、うんうん、なんか高いところしてる串カツ屋で、今は串カツ屋じゃない、今予約制じゃないと食べられへんところで、うん、その三角のところ郵便局の並びの郵便局が分からへんな、郵便局もう向かい、いや、この道が郵便局で、うん、こっちまっすぐ行ったら、うん、信号あるでしょ、すぐそこに、どの信号やろ、すぐそこの信号、うん、信号の角にちっちゃい店あるの知らん、知らん、カウンター5席ぐらいの、うん、そこでそれぐらいでよかったんやけどねちょっとでっかかったでかくて、まあ、タイミングもあるし、ここ借りた時は空いてなかったから、うん、ここ借りてからそこの串カツ屋のお父さんが亡くなったらしくて、で閉めはったから、うん、僕も何、4月からな、店やりたいけど、仕事もやりつつ、今の仕事はもう辞める、辞めんねや、うん、決めてんの、うん、決めてる、ちなみに何してるか聞いてもいいの、俺、うん、俺は小学校の先生、学校で出たよね、うん、先生してるね、うん、あ、ほんまに、あ、俺嘘や、もう出た、あ、違う違う、学校の職務もいっぱいあるから先生じゃない人もいてるやん、うん、先生してんねや、そうそう、先生しときや、もういいねん、いいの、うん、もったいない、いやだ、あの公務員なんの、んだろ、一応公務員やけど、あの公務やつは講師や、講師やから、この正式なあれやない、うん、だからまあ扱われ方かな、あ、違うの、また、うん、違うね、もう足元見られるし、そうだろ、うん、そうそう、だからもう、もうええわと、もうきついわいうので、でもうしんどいわっていうので、まあ、YouTube 始めたな、うんうん、でまあ、なんかせな思ってね、うん、そうそう、もうこんなことやってられないわ、他にもなんかやらな思って、うん、で、まあ、親父の敵討ちしてなんか、あ、そうなの、うん、親父さんが何かあったの、親父はあの、アーティストや、うん、親父はアーティストや、アーティストとして売れなかったから、俺が歌ってってこと、 歌でもなんでもねえけど、アーティストとして敵討ちしてなかった、いや、親父さんは何してたの、歌を書くの、いや、親父は聴覚障害から、うん、耳が全く聞こえなかったから、うん、絵を描いてる、何絵描いてたの、日本画、かっこいいよ、うん、で、まあ、まあ成功できなかったから、うん、その敵討ちをしなく、だから親父からしたら俺はまあ親父の作品の一つかなと思うし、まあでも親父さん親父さんでジャッカルジャッカルのね好きなことしたらいいとは思うけどね、うん、いやまあでも、でも親父が成功できへんってことは、うん、俺がなんとかせなあかんのか、何が成功かは難しいけどね、うん、そうだけど、うん、親父のうん、作品の一つとして成功しなければならない、でも絵描いてはる人やったら後から売れる可能性とかもあるしね、残ってんやったら、いやそれがなもう、うん、なんか雰囲気的に情けなかっただからまあ俺がなんとかせなかって思ってんねん、言うても俺、興味ないからな、あ、そうなの、うん、だから
まあ、今から始めるっていうのもいいかもしれんけどね、栄養。いや、それは厳しいやろ。まあ、なんせ俺は素晴らしい歌を作って、なんとかしよう思ってる。結構俺、歌作んねんで。まあ、みんなそれぞれね。やっぱりみんな自分が作られへん曲作るからね、ほんまに、誰しもが、さっきの僕のオムライスでもないけど、曲ほどもっと分かれへんや、何が売れるかなって、美味しい美味しくないとかじゃないのに、ないはずやろ。だからこのオムライスはもう素晴らしいんやけどな、安くてね、何回も言う行列すぎてもおかしないやん。いや行列は嫌やな。ああ、まあちょうどいい感じな。そうね。うん、だって僕お昼だけで生活したいもん、ほんまは。夜したくないもん。あんまり働きたくないってこと？あんま働きたくない。で、昼めっちゃ頑張ったら、夜あちこち飲みに行ける方がいいと思ってるから。うん、ほな結構儲かってるってこと？儲かってる、全然儲かってない。じゃあだから夜やってるやんか。うん、全然儲かってないよ、なんとか生活してるぐらい。あ、なんとかやってあげてる。いやでもこの先だから分からへん、ほんまに。うん、あ、そうやな、水もないかな。うん、じゃあチェックしてもらう。はい、580円です。